おはようございます。お部屋出ました。もうね9時20分ぐらいなんだけど、だいぶ言ってた時間よりも遅れておりますが、お父さんものんびりしてたね。今日寒いからさ、大場にいただいたジャケット着てる。お父さん朝さ調べてたけど、40周年のイベントやってたよ。去年さ調べた時やってたらしいんだけど、だからちゃんと調べないからそうなのよって言って、もう興味ないだそうです。まあとりあえず今からタクシー乗ってバスタですね。はい、向かいます。バス乗り込みました。30分前のバスに乗りたくて来たんだけど、満席だったので10時20分のバスちょっと待ったんだけど、まあまあまあということで出るみたいですね。ディズニーロード向かいましょう。パーク入りまたグーフィー見て小さいって言ってでかいからね、あっちのね。どうしようかね。まあとりあえずフラフラ行きますか。ランチタイムです。てかもう入ってすぐランチにしちゃってる。混んでるしね。めっちゃ混んでる今日ね。混んでる。席取りがすごい。うん、ハッシュドビーフのエビフライのやつと、ほらなんか冷製のカレーうどんって言ってたけど、一応お父さんこっちで、私こっちで。セットにはポテトとドリンクがつくから、お父さんセットにして私は単品にしたんだけど、あとリトルグリーンマンです。それではいただきます。一番最初のアトラクションはピッツァスモールワールドです。お父さん好きなんでピッツァスモールワールド。ホンテッドマンション乗ってきた。私前来た時ここから人が出てきた。ここだからとにかくドアから人が出てきて、キャストさんね、すっげえびっくりしたんだよ。一番びっくりしたそれ。あ、パレードやってる。ちょうど3時からだからね。ちょうどドナルドとカントリービアシアターに来た。お父さん行きたがる割には出てくる時はつまんなかったって言うの。絶対言うの、絶対言うの、絶対言うの。どんなことなんですか。言うの。あと15分ぐらいだって入ったばっかりっぽいので待ちましょう。ポップコーン買った。カレーのポップコーン。お父さんカレーを食いてんだ、俺はカレーが食いてんだって言うから。どう、美味しい。いや美味しいんだけど、なんだこれ。どういうこと。ちょっと湿気ってる感じがあるんだけど湿気が多いからじゃない、アメリカに比べて。とりあえずどっか行こう。カリブの海賊の夜型らしい。6時前ですが、パーク出てバス乗り込みました。なんか50分発だったんだけど、もう56分なんだけど、あ、今出るの。ギリギリで乗れたの。もう寒いしさ、新宿行って混んでるからさ、ディナーもいろいろ大変だろうからということで、買い物もしたいものあるから帰ってディナーと買い物してホテル戻ろうと思います。バス降りてね、渋谷移動してきました。私の行きたいねお豆腐屋さんに来たんだけど、渋谷のニトリに行きたいって言うからさ、じゃあ渋谷だったらここ行ってみようって言ってね来たんだけど、美味しそう。春野菜のサラダってめっちゃ美味しそう。もう自分のでいいですか。もう好きに取ってください。もう好きに食べてください。もうすぐ落とす。じゃあそれでいただきます。菜の花と湯葉の美味しそう。お豆腐が来た。これ食べたくて私来たんだよね。この場で作るのね。今熱くなってるからさ、20分ぐらいかかるんだって。いやできた頃にまた確認しに行くって。楽しみ。エビ新庄の湯葉包み揚げかな。美味しそう。揚げ出し豆腐来ました。お父さんもどうしても食べたいって言うのでね。よかったです。あんかけ湯葉ご飯です。美味しそう。お豆腐できた。美味しそう。美味しそう。美味しそう。マグロの出汁醤油入れてるわけ。塩とすだちだって美味しそう。ズワイガニの豆乳クリームコロッケ。お父さんほら好きでしょ、カニクリームコロッケ。よかったね。天ぷら盛り合わせきました。お豆腐食べてる。喜んでます。カニクリームコロッケも美味しかったね。お部屋ね戻ってまいりました。渋谷でねニトリに行ったんだけど、お目当てのものがなかったですね。ワンニャンのペットが欲しくって2カ所行ったけどね。高島全然ダメよ。関西では見たんだよ。まあそれデコホームだったかな。結構いっぱいあったからいいねって、安心だねなんて言って東京移動してきたらね、どこもないっていうこのままっていうことで、今9時半ですね。もう今日もお父さんいっぱい歩いたし疲れてますか。さっさかお風呂入ってね休みましょうね。その辺座って寝ないでよ。元気。昨日もさ、もうずっとここ座って寝ててさ、もう死んでられない。とにかくもうさっさとお風呂入ってくださいね。お父さん元気。全然ダメよ。眠くて仕方ないあの感じ、まあ、とにかくどんどんやりましょう。ということでね、ただいま11時29分になります。お父さんのいびきが聞こえてるかな。もういびきかいて今日も裸ん坊で眠っております。帰ってきてちょっとね、会社から届いてるものがあって、持って帰らなきゃいけないものもあるんだけど、24個かなあって、一つ一つちっちゃい箱に入っててさ、かさばるからばらけられるならばらけて持って帰ってくださいみたいなこと言われたみたいなんだけど、その箱を開けたりとかしてて、まあでもそれ終わってね、もうささっとね風呂入って寝なって言ったらね、おーって言ってね、お風呂入りまして、もうお風呂に入って
で出てきたらもうすぐベッド入ってさ、私がお風呂に入ろうとしていた時にはもうね眠っておりました。出てきたら大指きでさ、今も起きたけど、そう私がねお風呂出てきてからちょっとしてから起きてね、また YouTube 見始めてさ、あきさんいつ出てきたのとか聞いてたけど、たまにこうやってね目覚ましてね、なんか急にさ動画見始めたりするんだよね。そんなことしないでさ、もうそのまま寝りゃいいのにと思うんだけど、しかもどうせ見始めてももうね30秒見てないの、だから見る必要ないのにと思っちゃうんだけど、今起きて携帯持ってたのは多分目覚ましかけたんだと思う。もうねほらね聞こえた、寝始めたので、今日はこのままね静かに眠るんじゃなかろうかと思うんだけど、歯磨いたかな、あの人。お風呂出てきた後歯磨いてた音してないような気がするんだよね。昨日もさ、お風呂出てきた後さ、歯磨いてなくてさ、私が寝る前か、歯磨いてないとか言ってさ、最後のね、ご挨拶して、ちょっと本読んでから、私にね、寝ようと思ってね、電気消そうとしたんだけど、でさ、ごそ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 さ、起き始めたからさ、まあ電気消せないと思って、でさ、お父さん、自分じゃ絶対電気消さないからさ、もう思って、歯磨き終わるの待って、電気消したんですけども、今日もそのパターンになりそうな予感がします。ということでね、本日はですね、ディズニーランドね、行ってきたんですけれども、昨晩ね、ちょっとお話しいたしましたが、やっぱり40周年のイベントやってなくてね、去年ね、確か、そう、日本来た時に、いつまでやってるんだろうねっていうのを調べたんだよね、お父さん。そしたら、なんか4月の中旬までやってるって書いてあって、でもそれってさ、終了はあくまでこの日っていうのでさ、早めにね、終わることもあるから、まあそれでね、3月31日、日までだったのかな、やってないってね、朝からだってもうね、そこからさ興味なくなっちゃって、今はもう何にもやってないからってずっと言っててさ、私も昨日ミニーちゃんのイベントがなんて言ってたけど、ビデオ切った後 YouTube ちょっとつけた時に CM 流れて、ドナルドのイベントの CM が流れたんだよね。あ、だから今これやってんのかと思って、そうでね行ったらね、ドナちゃんのねイベントをやっておりましたが、パレードね、ホーンテッドマンションか降りてきた時にねやってたけど、てかお父さんの意味がうるさいね、ごめんなさい。ホンテッドマンション乗る前にパレードね3時からやるけどどうする、待つってお父さんに聞かれて、別にいいよって言って、ホンテッドマンションはね確かね50分待ちかなんかだったの、出てきたら終わってるかもしれないけどまあいいよなんて言って乗りに行ったんだけど、そのね時点で2時ね20分ぐらいだったんだよね。だから50分待ちって書いてあったけど、もっと早くね入れて、ほんとギリギリ出てきた時にパレード見れてね、ドナルドのねフロートの横を歩きながらクリッターカントリーの方に向かったんですよ。写真撮りながら歩きながらみたいな感じで止まらないようにしてね、まあなので一応ねやっているイベントのパレードもなんとなく見れたし、とにかくまあ一周ぐるーっとディズニーランドの中歩いてきて、でもまあマーチャンダイズお土産屋さんはね多分ほとんど入ったかな、お店見ようお店見ようってお父さん言うからさ、あるたびにさ入ってさ見てね、ビッグサンダーマウンテン乗りたいとか言ってたんだけど今やってないよって言ったらええって言ってて、であとカヌー乗りたいって言ったんだけどさ、私カヌー嫌だったからさあんまり漕ぎたくもないし、でカヌーなんかバシャンってさ、すっごい濡れた記憶があって、自分じゃなくてそう前の人か後ろの人かにこうねパシャーンってねそうかけられちゃって、そうでそれでさなんかあんまりいい思い出がなくて、濡れたくないから嫌だってさお父さんに言ってさ乗らなかったんだけど、まあそれ以外はお父さんがあれ行こうよって言ったのは行ったんだよね。私はねラインがもうちょっと短かったら美女と野獣のライドとベイマックスのライド乗りたいなと思ったんだけど、ベイマックスはどのぐらいだったかなちょっと覚えてないんだけど、基本ね美女と野獣のライドは100分超えてたんだよね。だからもうさお父さんもやっぱり100分超えてるとね嫌だなーって言ってて、そうだよねって言ってそう行かなかったんだけど、てかすごいでしょいびき、これ私毎晩なの。そうだからさ、難波のホテルが2部屋に分かれてたじゃん、もう最高だ。もうあの時だけはゆっくりと静かに眠れまして、あとは毎晩これね、だから私あれなんだよね、耳栓ね使った方がいいよねって思ってる。そしたらちょっと違うかなと思って、ただなんかあんまりさ耳圧迫されてると眠れなくて、私横向きで寝ることが多いんだよね。そう上向いてなくて、だからこう耳をさどっちか下つけてるじゃん、そうすると痛くなってきちゃって、それがあってね耳栓ねできないんだよね。だけどやっぱりなんか使わないと、もう毎日いびきで起きるから、なんかその痛くならない耳栓ね、何かもしねご存知でおすすめねありましたらね、ぜひ教えてください。なんか話飛んじゃってるけど、そうでこのいびきさ、ここだけじゃないのよ、常に書いちゃうからさ公共の場でも書くわけだから、電車乗ったりとかさ、そう今回もあと飛行機
器の中でもこれなわけ。だからさ、私知らんぷりしたくて、もう他人ですみたいな感じで隣座ってるんだけど、いやもうすごいわ、まただわと思って。だからあんまりにもほんとすごい時は起こすんだけど、はぁとか言うんだけどさ、いびきかいてたのかとか言うから、かいてたみたいな、実は自分でも聞こえてるみたいね、なんか聞こえてんだよねとか言ってて、もうと思って、まあ、いびきかくだけならいいんだけど、たまに呼吸止まったりとかする時もあるから、そう、それがね怖いよね。それをね、そう、私のね先生とさ、たまに話すんだよね。隣の人うるさいとか聞かれて、あんまりよく寝れないとか言うとさ、うるさいんですよって言ってね、その呼吸が止まるっていう話をしたらさ、やっぱり呼吸止まってる時って酸素が送られてないから、脳にどうやらやっぱりダメージがあることがあるみたいで、あんまりにも、ね、長く止まると、その間だけやっぱりこうね、脳にね酸素がいってなくて血管にも影響あるみたいで、だからそれが怖いって言って、その専門の先生この前ね教えてもらったから、もしよかったら紹介しますよみたいな感じで、だからね、マウスピースかな、何かとにかく呼吸をね、そうきちんとさせてくれるっていうの、どのぐらいかな、$200-300ぐらいで作ってくれるみたいなんだけど、その先生がそれ使ってみたらどうですかみたいなことをねおっしゃってて、ちょっとあんまりにもねお父さんひどかったらさね、そう一回行ってみてもいいかななんて思ってるんだけど、全然違う話してるね、ごめんねまあまあまあ、そんなこんなでね、1日ではないんですけど、もうどのぐらいかな、パークに着いたのも11時ぐらいで、出てきたのは6時前ぐらいなので、まあ半日ぐらいか、ぐるっとねお散歩してまいりまして、ね、昔はさ、もう開園時間から閉園時間までさ、もうみっちりさ一重いたけど、最近はまあそういうねパークの行き方もね向こうでも全然してないし、やっぱりね年齢重ねるとパークでの楽しみ方とか変わるなと思って、もう今日もなんか心残りがあるとか、なんかもうちょっとね何かしたかったなっていうこともなく満足して退園してきたから、まあこれが私たちのペースなのかなと思って、まあ一応ね来年もこのぐらいの時期にね来ようかなと思ってるけど、日本ね、その時にねパーク行くかなどうかなとは思ってるけど、まあ毎年行かなくてもいいかなとも思うから、今回も2年ぶりだったし、またね来年再来年今度は C 行きたいなと思ってるんだけど、まあでもね、その時何のイベントやってるとかでも変わると思うから、とにかくですね、またね日本に来た際にはどちらかのねパークね行きたいなと思っております。ということでね、どうしようかな、今日のビデオもそんなに長くないからどうかなと思ってるんだけど、わかんないんだけど、明日はねまた一日、お父さんは朝からなんだけど、まあ私はランチとディナーお会いする方がいて、まあそんなにいろいろね細かくねビデオも撮らないかなとも思うので、今日の分と明日の分とビデオね、もしかしたらまとめるかもしれませんが、お父さんはね朝からなんかモーニング行くとか言ってたんだけど、モーニングって何って聞かれてさ、え、モーニングでしょって言ったら、モーニングが分かってなかったのよ、だからコーヒー一杯飲んでくるわとかしたけど、違うと思うよって言ったんだけどさ、お仕事関係の方、業者さんなのかな、どうやらお会いするみたいで、でね、ランチ合流して麦さんと一緒にねランチをねする約束してるんですけども、ディナーはお父さんはいつものいとこと飲みに行くって言ってて、私はいつもの高校の時の友人ですね、ご飯食べに行く約束をしておりますので、まあ、でその合間にちょっとまだね必要なもの、お買い物して帰りたいもの全部終わってないからお買い物してホテル戻るっていうのをねしようかなと思ってるんだけど、まあそんなこんなでやっていこうかなと思いましてね、明日がさ実質こう動けるのは最終日だから、もうね金曜日は帰宅日なので、まああっち行ったりこっち行ったりもできないからさ、ということで明日ね、だから全部必要なものお買い物を終わらせられるようにうまいことねやっていきたいなと思っております。まあということで、お父さんのいびきはほんとすごいね、もうほんとすごいわ。まあね疲れてるんだろうなと思うんだけど、ほんとこれもうさ寝たら必ずこれだから、そうなんだよね、どうにかならないかなと思ってるんだけどね、今日もニトリ行ったけどさ、いびき対策の枕とかあったから、もうそういうのを使った方がいいかなとか思ったりしましたが、まあまあとにかく私もねこの辺りで今日はねいっぱい歩いたのでだいぶ疲れておりますので、休みたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。おはようございます。11時半か、もうそろそろお部屋出ようと思ってるんですけども、お父さんはね昨日もお話しいたしましたが、仕事のね関係の方とモーニングに行くっていうことで、8時半ぐらいからね出て行きましたね。で私はお父さん見送って、まあ、ゆっくり過ごして出かける準備をいたしましたが、まあ、とりあえずこれから待ち合わせ新宿3丁目なので、ここ西新宿で丸の内線一本で行けるから12時に待ち合わせなので、まあもうちょっとしたらお部屋出ようと思います。
部屋戻ってまいりました。ランチしてきてね。ねお父さん、はい、美味しかったね。美味しかったです、うん、お上品でね、良かったです。昨日ねチュール買ってきたいとか言ってたけど、農業でなくてさ、もう一店舗行くかって言ったんだけど、もしかしたら新宿ないかもしれないね。でも本当ペトリフィンのペの字もないわけ。そうだから、ね、もういいや諦めようって言って諦めて帰ってきたので、もうちょっとねあるから、まあアメリカでも売ってるからアメリカで買って、足りない分はね補って、お父さんまた日本に出張に来るから、その時にね大量に買ってくるよって言ってましたね。うがいしてますね。よし、じゃあ私も手洗いうがいして、でちょっとゆっくりして、それからねまた夕方ぐらいかなに出ようと思います。部屋ね戻ってまいりました。そういえば出る時何も取らなかった。帰ってきたらもうお父さんのが先に帰ってきてたんだけどさ、もう下半身丸出しでさ、ベッドで横になっててさ、もう勘弁正直ないの。指くわえて、しかもさお風呂も入ってないの、ただ下だけ脱いでんのよ。もう信じられない、何この人と思ってんだけど、声かけたけど今お風呂もなんで入ってないのって言ってね、もうだいぶ先に帰ってきてるはずなのにさ、信じられない。まあまあとにかく私もね、もうね今日ね遅いの、そろそろ11時かな、なのでねささっとね、はい、シャワー浴びてパッキングもねちょっとしなきゃいけないんだよね、休もうと思います。ということでですね、ただいまですね1時6分になります。お風呂入って荷物まとめたりなんだりしておりまして、遅くなっておりますが、お父さんですね帰ってきたままの姿で眠っております。まだどんだけ飲んできたんだろうと思うんだけど、声かけてもさ酔っ払っちゃっててさ、まあ、なんか変なことばっか言ってんの。めちゃくちゃさ酔っ払って帰ってくるとさ、こうやってさ下半身出して寝るのよ。それ毎回なの。まあ多分無意識にさ開放的になりたいからさ出すんだろうね。いや目覚ました、やだ目覚ました、ちょっとこっち来ないでお父さん、恥ずかしいよそんな格好してたら。何してんの、何足プルプルしてんの本当にもうどうしようもないよね。多分ねもうぬるりんとね脱ぐんだよね。前ねその帰ってきて脱ぐ瞬間を見たんだけど、ぬるりんと脱ぐのよ本当に。すごいよね、もう信じられないと思ってるんだけど。あ、いつ帰ってきた。私は帰ってきたの知らないよ。困っちゃう。お父さん私に電話したのも覚えてないんでしょ。いつ。お父さん帰ってきて私いないから電話してきたでしょ。知らないよ。じゃあもしかしてロビーでレイトチェックアウトのお願いしてない。した。あ、それしたんだ。そこまで記憶あるんだ、すごいね。そういうことはちゃんとするんだね。多分帰ってきてさ私いなかったからさ不安になっちゃって電話したんだと思うんだけど、お父さんから電話かかってきた時にお友達とバイバイしてて、今日はね武蔵小杉まで行ったんだけどさ、武蔵小杉の駅って湘南新宿ラインで行ったんだけどさ、湘南新宿ラインさホームまでだから新南口っていうのが新しくできたらしいんだけど、そっちからはさっすぐなんだけどさ、もともとあった東急の方の出入り口から入ると結構歩くのよ。まあ10分までは行かないけど結構歩くの。動く歩道もあってすごい歩くの本当に。何分に出るっていう電車は分かってるから必死でさ歩いてさ走ってさ、それに乗りたかったからっていうのも、このホテルまでやってくる地下道が11時までしか空いてなくて、11時になると閉まっちゃうんだよね。で私地上出ると方向感覚わかんなくなっちゃってさ、どっち行ったいのかわからなくなっちゃうからさ、地上出たくなくてめちゃくちゃ方向音痴だから、慣れてるところは全然平気なんだけど景色で覚えてるから、慣れてないところはもう方向がわかんないから、もう一歩出たら右なのか左なのかもわからないわけ。地下道が空いてる時間に帰ってきたくてそうギリギリだったからね、次の電車だったら間に合わなかったんだよね。で必死で走ってて、その時にさだからお父さんから電話かかってきてからさ、折り返して電話かけたらさ、なんか笑ってんの、ずっと笑っててさ、で今もう必死だからまたねって言って来たんだけど、知ってる、私が武蔵小杉の駅ですごい走ってる時にお父さんと電話してたの。飲むよ飲むよじゃない、パンツで出てこないでください。映ってるじゃないでしょもう。ちょっと何してんの、大丈夫、何してんの、どこにぶつけたの今、どこにぶつけた、何をどこにぶつけたの今、すごい音したよね。ちょっとお父さんもちゃんとお風呂入ってねって、嫌だよってそんな、なんかもうお風呂入ったの、ね、もうとっくの昔に入ってます。いつ帰ってきたの11時前ぐらい。嘘、私何してた。だから下半身出して寝てました。寝てた、うん、嘘、いびきは書いてる。うーん、ちゃんとお風呂入ってやだよ、一緒に寝ないよそんな人とは。うん、じゃあまあ床で寝ろ。いやあなたが寝てください。ほんと信じられないかなと思う。後で蹴り落とします。うん、まあ、とにかく今日はねランチ麦さんと一緒にいただいて、夜はね高校時代の友人と一緒にいただいてきたんですけども、お父さんはねいとこと一緒に行ってきて、そのさいとこさんがさまたすごいお酒飲むのよ。で全然さ酔っ払わないタイプの人でさ、まあ、常にシラフみたいな感じの人だから、もう一緒になって飲んでるとさ酔っ払うみたいでさ、もう
困っちゃうよね、本当に毎回これよ。でも去年はそこまでひどくなかったよ、お父さん。だからまあ、すげえ頭痛い。もう2日よね。だからさ、年々さ、やっぱりさ、年だからさ、ってのもあると思うんだけど、お酒弱くなってるんじゃないかなと思うんだけど、今日さ、会った友人もさ、彼女も結構ね、昔はよく飲んだけど、もう今最近、本当飲まなくなったって言ってて、もうなんか飲んだら疲れちゃうんだよねって言って、もうさ、そんなさ、お酒にさ、体力奪われたくないからさ、って言ってて、いやもうでも、それもやっぱり年齢だよね、なんて言ってたけど、だから今日もね、好きに飲んでねって言ったんだけど、私はほら飲まないから、それ彼女も知ってるからね。だけどもういらないって言って、一滴も飲まなかったから、わーっと思って、去年はね、結構飲んでたよ。まあやっぱこうやってね、ちょっとずつね、こうね、いろいろ変化があってさ、変わってくんだな、まあ体も変わるからさ、と思って、だからお父さんもやっぱりさ、ちょっとさ、自分のさ、限界知ってさ、気をつけなきゃいけないなと思うんだよね、やっぱり、何？もうなんか残してなかった？なんかアイス食べながら帰ってきたね。どうしたんすか？知らないよ、どこにやったの？もアイス食べてたの？食べてた。知らない、どこで買ったのアイス？でこんなんも記憶もないぐらいにさ、だからね、やっぱ自分の限界知らなきゃダメよ。ほんとにさ、食べるものもさ、もう好きなだけ頼むわけでさ、お腹いっぱいだって言ってさ、昔の感覚でさ頼むからさ、やっぱりね、20代に比べたらさ食べなくなるじゃん。それ当たり前だよね。なのに同じ感覚でさ頼むからさ、無理無理無理とか言ってさ、まあ一応全部食べるなよ、それは偉いなと思うんだけど、やっぱね、残すの良くないなっていうので、自分がどれだけ食べれるかとか、そう、どれだけ飲めるかっていうのは限界ギリギリまでじゃなくて、やっぱりそのある程度のところで止めるっていうのをできるようにならなきゃダメだなと思って、今回特にそれを感じてね。まあ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 、とにかく今日もですね、いろんなね、おしゃべりしたりね、近況報告しちゃったりして、お昼もね、夜もね、楽しい時間ね、過ごしてまいりました。でね、先日もね、お話しいたしましたが、別れ際ね、また来年ねって言ってね、バイバイしてきたんだけどね、電池をね、変えてまいりましたが、なんかまた喋ってるけど、とさ、さこうやってやっぱり次の約束をねしてね、バイバイするとさ、来年もね、絶対帰ってこようってね思えるから、ごめんなさいね、よっぽど気にしないでくださいね。嬉しいなと思って、今年はね、どうなるか分かんなかったから、本当にね、元気にね、2週間過ごせてね、よかったなと思ってるんだけど、まあ、ゆとり持ってね、予定組んでたっていうのもあるので、それではもう少しね、予定ね、入れるようにしたいなと思って、他にもね、お会いしたい方ね、たくさんいらっしゃるから、今回ね、お会いできなかった方にもね、お会いしたいなと思ってるんですけれども、いつもその地元のお友達と高校時代のお友達は会うけど、その他地元のお友達も会いたい人いるし、あと大学時代のね、お友達もね、会いたいなと思う人いるし、まあでもそうするとね、もういろいろキリがなくなってくるからさと思って、まあ、おりますけれども、あとさ、またね、寝始めましたが、まあとにかくね、今回ね、お会いできた方々、お時間ね、作ってくださり、そしてね、楽しい時間をね、本当にありがとうございました。ということでね、明日はですね、帰宅日になります。さっきお父さん言ってたけど、そう、レートチェックアウトね、お願いしてきたって言ってたので、12時チェックアウトかな。で、そしたら12時にここ出て、1時過ぎの成田エクスプレス乗って帰りたいっていうからさ、バスタまで行って、新南口の改札入ると、なんかいろいろお惣菜とかお弁当とか売ってるから、そこで何か買って成田エクスプレス乗り込んで、そう、ランチいただきながら移動しようかなと思ってるんですけども、でフライトは何時だったかな、5時過ぎのフライトだったかなと思うんだけど、行きと同様ね、サンフランシスコ経由で帰るのね。確かね、うちから一番近い空港に到着するのが、まあ順調に行って3時過ぎだったかなと思うので、午後のね、サニ君のお迎えが確か4時半5時ぐらいまでだったと思うので、まずはサニー迎えに行って、でサムとトムはもっと遅くて大丈夫なので、まあ、ディナーの時間までにはお迎えに行けたらいいなと思ってるんですけれども、まあ、ついでにね、寄ってこれたらね、もちろんついでに寄ってこようと思ってるんだけど、まあでも先にサニくんね、お家に下ろしてきてもいいかなとも思って、帰ったら私たちもまあ片付けもあるけど、冷蔵庫も空っぽだからさ、何かお買い物行ったりとかもね、しないといけないし、まあ最悪行けなかったとしても夕飯で、ね、食べるものないから、まあ、それだけどこかで通合していきたいなとも思ってるから、まあ、とにかく帰ったらもうほんと忙しいからさ、もう片付けバタ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 とさしなきゃいけないのね。まあね、そのね、全部やりきろうとせずにできることね、やって、移動もね、長いからね、きっと疲れると思うので、まあでもありがたいことにね、アップグレードねしていただけたので、またね、フルフラットで横になってね、眠りながらね、帰れるから、それだけでも全然違うからね。まあとにかく明日はね、もうできることをね、精一杯やりたいなと思っておりますので、まあね、一番はね、ほんと何事もなく無事にお家に到着できることだと思うから、またさ、フライトがさ、あだこうだでなったりしないでね、できる限り順調に帰れたらいいなと思っております。ということでね、お父さん寝ちゃいましたので、もう私もね、もう眠くて眠くて仕方ないから、本日はこの辺りで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。
また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。